ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW X4M コンペティション2021年式3万1000キロこちらの車両になります。はい、今回紹介するのが、はい、なんと初紹介。初ですね、はい、意外ですよね。意外ですね、はい、X3M は過去にもご紹介させていただいたことあるんですけど、はい、4はなんと初紹介という、はい、初めてです。でしかも今回、はい、いい感じのいじり物ということで、はい、持ってこいじゃないですか。そうですね、はい、というわけで今回こちらの車を紹介させていただきます。はい、でまずボディカラーから見てっていいですか。はい、今回はこのファイトニックブルーっていう、はい、BMW は青系のやっぱりボディカラー似合いますよね。似合いますね。マイナーチェンジしてもう LCI モデル、はい、後期モデルも出てますけれども、はい、後期でも引き続き採用されているボディカラーということで、ね、はい、いい感じの個人的にはボディカラーじゃないかな、はい、で今回は割といろいろ手が入ってますね。そうですね、結構入ってます。で順番に見ていきたいんですけど、はい、この辺のグリルの枠、はい、これが M パフォーマンスの、はい、カーボングリル。カーボングリル。M パフォのカーボンパーツって、はい、リアルドライカーボンなんで高いんですよね。高いですね、はい、というわけで、はい、ちゃんとした本物のカーボンパーツ、はい、こちらが付いております、はい、そして下側に行くと車外の 3D デザインさんのカーボンリップスポイラー、はい、こちらも付いてます。付いてます。だ結構カーボン面も M パフォと合ってて。そうですね、割と一体感があるありますね。で X4M なんで、はい、そもそももう全部専用ですもんね。そうです。バンパーだったりも専用バンパーが付いてて、はい、かなりこうスタイリッシュな、はい、そして後期モデル、はい、結構特徴的な、だいぶ特徴的になりましたね。お顔になりましたよね、はい、というわけで結構好みも分かれると思いますし、はい、あとは今回動画なんで、はい、金額、具体的な金額に関しては、はい、公表しないですけれども、ええ、前期型の価格がだいぶ落ち着いて、はい、いやもう本当にお買い求めやすい価格になってますよね。ですよね、はい、新車の半額以下に今なってきてるということで、はい、かなりその辺もおすすめポイントじゃないかな、はい、おすすめポイントですね、はい、こんな感じになってます。そして早速横に回ってきてもいいでしょうか。はい、今回は一周手が入ってるということで、手が入ってます。足元もしっかり変わってると、はい、そして足元こちら BBS の鍛造ホイール、はい、多分世界一有名な鍛造ホイールといっても、そうですね、過言じゃないんじゃないでしょうか。ある意味鉄板みたいな感じですね、はい、こちら LM が装着されてると、はい、これやらしい話なんですけど、はい、僕これ金額調べたら、はい、結構高いですね。意外といいお値段いたしますね。1本なんとですね、はい、30万円近くするそうです、はい、というわけでホイール4本、はい、そしてタイヤも入れると優に100万円を超える、はい、超えますね。こちらの21インチのホイールが装着されてる、はい、でもともとコンペになると、はい、21インチが標準なんですよね。標準になってます。そのグレードだと、20インチ標準なんですけど、はい、まあその辺サイズも変更されてないんで、ね、まあ、乗り味は大きく変わらないと思うんですけれども、はい、純正だと、パイロットスポーツミシュラン、はい、到着されているんですけど、今回はこれタイヤも一緒に交換されてて、はい、アドバンスポーツ、はい、V107 が装着されていると。でちょっと純正の状態に乗ってないんで何とも言えないんですけども、はい、今回この変更されたタイヤ、はいはい、ホイール、これの乗り心地も、この後乗ってみたいと思います。そして当然、M なんで、はい、電子制御のサスペンションと、はい、あとローダウンが今回されてないんですね。されてないです、はい、純正スプリングということで、はい、まあ、車高もある程度、まあ、元々なんかこう低く見えますもんね。そうですね、作りがもう低く見える作りになってるんですけど、ただちょっと僕らからすると気になるところではあるので、後からやっていただいてもいいのかなと思います。なるほど、はい、じゃあローダウンご希望の方は、はい、板尾さんにご相談いただけるといいんじゃないかな、はい、こんな感じになってる。であとは横この辺もこれも M パフォーマンスのサイドギル、はい、カーボンのこちらも装着されてると。で他のところ見ていくと上のこのミラーもカーボン、はい、カーボンになってます。いいですね、はい、だいぶお金かかってますね。今回結構かかってるんですよ、はい、そして、コンペティションになると、はい、シャドーラインのエクステリアが標準装備になるということで、ね、はい、各部も黒くなるとなってます。というわけで窓枠だったり、はい、グリルに関してはもうカーボンのカバーついちゃってるんで見えないですけど、グリルだったりも黒くなってたりなってます。でちょっと話は、はい、それますけれども、スノー X4M、はい、あとX4M コンペティション、はい、これ何が違うかっていうと外観部分、はい、あとはエンジンがちょっとパワーアップしてる、はい、あと内装の装備が結構良くなってる、で差額が100万円ぐらいなんですよね。そうですね、ただ内容を見ると100万円じゃ到底、はい、そうですね、異常の価値はあると思います。そうなんですよね、はい、100万円じゃ到底つけられない価格のオプションがついてるんで、はい、まあ、その辺考えると最初からコンペを買っといていただいた方がいいと思います。まあ、お得かな、はい、というわけでこんな感じになってる、はい、そしてサイドスカートも、はい、
こちら 3D デザインさんのサイドスカートがついてます、はい、これもなんか純正チックな感じしますね。そうですね、あのカーボン目もあの似たようなカーボン目使ってますので本当に違和感なく、一体感があるような感じで見れると思います。さすが一流品ですね。はい、そしてあのちょっと気になったのは結構横に出てるかなと。そうなんですよ、ちょっとこうサイドに若干張り出しが強くなっちゃってるので、まあ、ちょっと引っ掛けちゃったりとかないように注意していただきたい部分ではありますね。乗り降りの時どんな感じかは内装でお届けしたいと思います、はい、であとは何といってもこのスタイリングじゃないでしょうか。そうですね、 BMW ってもともと SUV って言わないんですよね。言わないです。 SAV とか、はい、SAC って言いますけど、はい、このクーペデザインの、はい、これも出た当初あの X6 かなんかが多分一番最初、そうじゃないですか、はい、ですけどあの結構衝撃でしたけど、はい、今このスタイリングの車って割とありますよね。多くなりましたよね、はい、まあ、ベンツなんかでもあのクーペ出てますし、はい、クーペ出てますからね、はい、でスタイリングだけ違うかと思ったら、はい、あの X3 と寸法も結構違うみたいですね。違います違います、はい、なので全長がそもそも6センチ長くなってます。で全幅に関しては3センチワイドになってる、はい、で前高に関しては55ミリも低くなってるということで、はい、あの結構そうですね、単純にこうトランクの形が違うだけかなと思いきや、はい、割とスタイリングサイズも変わってくるということで、はい、こんな感じになった。ただ中がやっぱり大きく、はい、天井だったり、はい、荷室のサイズその辺が変わってくると思いますね。この辺は内装で確認したいと思います。そして後ろも同様に LM21 インチが装着されていると、はい、で当然 E ブレーキも入っているということ で、はい、そうですね、これ低ダストのブレーキパッドも入っているんですかね。入ってますね、はいはい、というわけでこんな感じの組み合わせになっております。そして後ろに回っていくと、はい、後ろもカーボンパーツ盛りだくさんということで、はい、まずこのトランクスポイラー、はい、あれもともとちっちゃいスポイラーがついてるんですよね、はい、本当に背の低いというか薄いというか、はい、それをこの 3D デザインの少しボリュームのある、はい、こちらのカーボンスポイラーになっていると。そしてあとは下側、はい、こちらも 3D デザインの、はい、だからフロントサイドリアあとはトランク、はい、フルセットでついてる。ついてます。そしてコンペなので、スポ液標準、はい、そしてこの黒いテールも標準ということで、はい、だいぶこうなんかセンスよくまとまってる感じの、まとまってますよね、はい、こんな感じのエクステリアになっております。続いて内装を見てみたいと思います、はい、で内装も結構コンペとそのやつで違うということで、まず M スポーツシート、こちらがコンペティションのシートになると。しかも色かっこいいですね今回。色がちょっとおしゃれなカラーですよね。大体黒とか、はい、多いですけど、今回これグレー。グレーあんまり見ないですね。で、あのトーンが落ち着いた赤のアクセントが入ってる、はい、こちらのシートで、ステッチもかっこいい感じですね。かっこいいですね、はい、こんな感じのシートがついてる。そしてあと M シートベルト、はい、M カラーのシートベルト、はい、これもコンペの装備ということで、はい、内装がまず豪華になる。あとはあのベンチレーションも、はい、漏れなくついてくるみたいです。なんでもうこれだけでも全然コンペの方がいいじゃん、ね、はい、なるポイントじゃないかなと、ね、そしてあとはハーマンカードンだったりも標準、はい、標準になってきます、はい、この辺になってくる。あとは今回のお車は屋根、はい、パノラマルーフ、はい、こちらオプションのものが装着されているということで、オプションもあんまりないんですよね。ないです、はい、基本がもうほとんど設定がないので。そうですよね、はい、もうコンペティションだと全部付きという感じになると思うんですけども、はい、まあ、そういった欲しい装備もしっかりついている車になっております。続いて乗ってみたいと思います。江田さん、やっぱりサイドステップがどのぐらいでしょう。10センチまでいかないですけど結構出てます、はい、そうなんですよ。で今回裸ですよね。これ裸です。というわけでプロテクションを早めに貼っていただいた方がそうですねいいかなと、はい、そしてスカーフプレートも専用の X4M コンペティションのこちらのものになっていると、はい、そして乗ってみたいと思います。もともと低いんで、はい、そんなに乗り込むのは大変じゃない。大変じゃないですね。ただサイドスカートついてる関係でこの幅が広くなってるんで、そうなんですよ、まあ、少しだけ、はいはい、またぐ感があるかなと。そしてシートはこれ何ウェイですかね。結構細かく調整できるタイプの、はい、はい、14、15、そのぐらいですよね。ナンバーサポートもフルフルでついてる感じのこちらのシートになっております、はい、そして膝下も手動ですけどしっかり伸ばせるタイプ、はいはい、ホールドやっぱりいいっすね。いやめちゃめちゃいいですこれ、はい、そして横なんかもしっかり割とこうタイトすぎない。そうですね、はい、こちらのシートになっております。そしてステアリングはこんな感じ。あの後期になってもこの辺大きくは変わらないんですよね。変わらないですね、はい、ちゃんと物理キーもついてるタイプ。そしてパドルとおなじみの M ボタンがついてる、はい、そして奥側メーター、これが前期だとこのリングがついてる、はいはい、ちょっとアナログ感の残ってるデジタルメーター、ね、はいはい、こちらになっております。そしてメーターが 12.3 インチで、ナビの方が 10.25 インチのこちらのナビになってる、はいはい、
そしてこの辺おなじみなの飛ばしちゃいます。で3ゾーンも標準装備、標準です。そしてしっかりシンクロもついてる、はいはい、こちらになっとる。そしてあとはここ、はい、置くだけ充電もしっかりついてて、あとドリンクホルダー、はいはい、あとこのおなじみのシフト、はい、あとこの辺も全部飛ばしちゃっていいですか。大丈夫です、はい、でカーボンのパネルになってるんですよね、コンペだと、はい、なってます。というわけでダッシュボードだったりこの辺もしっかり、はいはい、カーボンになってる。そしてセンターコンソールの中はこんな感じで割と容量ある方かな。そうですね。そして USB のタイプ A が1個だけかな、はい、はい、ついております。そして足元、あのこれですね、僕あのいろんな読み物読んだら、はい、センターのトンネルが大きいんで、はい、ちょっとフットレストが中央寄りって書いてあるの、はい、そうですね、ちょっと寄ってますよね。そうなんですよね、はい、でそんなに違和感ないかなと思って、はい、こう乗ってみたんですけど、はい、確かにそう言われるともう 2,3 センチ中央に寄ってた方が、はい、まあまっすぐ足を出せるかなって感じはしますけど、はいはい、でも言われなかったら全然違和感感じないぐらいだと思います、はいはい、というわけで BM なんでしっかり、はい、あんまり違和感のない足元になってます。そして天井関係はこの黒のアンスラサイトの天井、はい、でバイザーはこれビニールですよね。ビニールですね、はいはい、そして今回の車は純正のドライブレコーダーだけついてると、はい、前後付きですね。あ、前後っすね、はい、前と後ろもついてる、はい、そして先ほど触れたパノラマもこんな感じで、はいはい、結構でかいっすね。でかいです。こんな感じのインテリアになっております。続いて後席、はい、板尾店長が乗ってみたいと思います、はい、やっぱりちょっと天井低いですかね。そうですね、天井が低いのと、あとちょっと乗り込むときに結構シートが前の方に行ってるイメージがあるので、ちょっとこう前に行きながら乗っていただく感じになるのかなっていう気はします。なるほど、はい、でやっぱりちょっとここの部分が低いので、男性の方ですと結構頭下げていただいて入らないときついかなって感じです。で、まあ、座った感じは実際私171.2ですけど、まだ少し天井は余裕ありますんで、ただ175ぐらいの方だともしかしたらちょっとこう圧迫感を感じやすいのかなと思います。で、まあ、シート今ちょっと外で話してたんですけど、今これリクライニングされている状態なんですが、結構やっぱり角度が直角に近い角度ではありますので、まあ、短距離とか 1,2 時間ぐらいだったらいいとは思うんですけど、 3,4 時間のドライブとかは、まあ、途中休憩挟んでいただいて、はい、お使いいただければと思います。確かに前と少し差がありますよね、はい、ありますね。前は割とゆったりでこうスペースも取れてるシートなんですけど、はい、後ろはこうクーペに近いとまではいかないですけど、そうですね、割とこう直角のシート、はい、でしかも今一番倒れてる状態ですね。これ倒れてます、はいはい。そして装備に関しては、はい、まあ、先ほどちょっと説明ありました3ゾーンエアコンになってますので、まあこちらの方で、温度調整できますし、あとシートヒーターは後ろもついております。であとセンター、肘掛けですね、とあとドリンクホルダー、これはまあどのお車も一緒なのかなとは思います。こんな感じになっております、はい、続いてトランクも見てみたいと思います、はい、トランクはもう当然のフル電動ということで、はい、そしてトランクはこんな感じで、容量に関しては525リッターということで、はい、X3 よりだいぶ少ないのかなと思ったら、はい、X3M が550リッター、はい、そこはあんまり変わらないですよね。一応25リッター違いますけど。そうですね、多分少しシートっていうかこの奥行きがないんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、X3 の方が。なるほど、はい、というわけで割と容量は取れてる、はいはい、そして424で当然シートも倒せますから、はい、長物もいけちゃうと、はい、そしてシートを倒した時に結構差が出るみたいです、はい、でシート倒した時に X4 の場合だと1430リッター、はい、で X3M だと1600リッターということで、はい、割とこう倒した時の方が差が出る。やっぱ車高の低さとかその辺の影響なんですかね。そうなんですかね、まあ、ルーフの低さとかその辺があるかもしれないですけど、はい、ただ、まあ、このサイズで言ったら全然十分以上の、はい、全然十分ですね、はい、なので使い勝手は割といいんじゃないかなと。そしてこの下にも少しだけスペースがあって、はい、これどっか止めとけないんですね、これ、はい、これなかったっけ。ないんですよ。あ、これないのか。ないタイプなんです。そして下開けると少しだけスペースがあるんで、はい、まあ、この辺フル活用していただくとかなり荷物もいけるのかなという、そうですね、ありますね、こんな感じの。あ、一応ここに紐あるんですね。確かなんか引っ掛けるのついてた気がするんですよ、はいはい、一応ついてるみたいです。はい、なのでフル活用していただければ結構荷物も積める車なんじゃないかなと思います、
続いてエンジンルーム見てみたいと思います。もうエンジンこそこの車の買う価値があるとこかなと。で、ね、はい、でエンジンの方はおなじみ S 型エンジン、はい、あの普通のやつって N ですよね。 N です。 N 何々、はい、これが、M シリーズになると、はい、S58B30A ということで直列気筒ツインターボのエンジン、はい、そして馬力の方が510馬力ということで、はい、あの前方の M4GTS ですら500馬力じゃないですか。そうですね、はい、それを上回ってくるってなかなかですね。ないですね、はい、でちなみにスノー X4M だと480馬力ということで30馬力アップになって、はい、でトルクは変わらず600ニュートン。そしてこれ M3、M4 と同じエンジンなんですよね。はい、そうです。というわけでもう何がこの SUV の、はい、SAV の形してるだけで、はい、もうほぼ M3、M4 と言っていいんじゃないかなと。そうですね、言い過ぎですかね。ちょっとそうですね、はい、走りになると若干違うとは思いますので。というわけで、はい、こんな感じのエンジンになっていると。でちなみにこの S58 エンジン専用のピストン、クランク、コンロックと、全部その辺を採用していると、はい、あと現行モデルのこの S58 エンジンってヘッドをなんか 3D プリンターで設計してるらしいです。へー、あ、そうなんですか。そうなんで、通常砂型でできない、はい、複雑な形状のその水のその水路が設計できるんで、めちゃくちゃこう冷却効率にも優れたすごいエンジン。あ、全然知らなかったです。でちなみに、マックス250キロ、はい、ドライバーズパッケージ入れると280キロまで出るみたいです。0-100 4.1秒ということで、はい、信じられないぐらいの瞬速 SAV、はい、SAC 化になっております。続いて透過類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。復習していいですか。どうぞ。コンペになると、はい、絶対コンペって言ってるじゃないですか、買うなら。そうですね。でコンペになると何がいいかっていうと、はい、30馬力アップ、はい、シャドーライン、はい、いいシート、はい、ベンチレーション付き、はい、そしてメリノレザー、はいはい、そして M スポーツエキゾースト、はい、あとカーボントリム、これが付いてくると、はい、これ100万円じゃ無理じゃないですか。そうですね。絶対コンペ買うべきですよね、はい、まあまあまあ価格次第ですけど。そうですね、はい、そしてですね、オプションほぼない、パノラマーぐらいですよね、はい、あとカーボンパッケージとあとドライバーズパッケージぐらいしかないということで、はい、で今回は、3D デザインの一周ついているのと、はい、あとは M パフォーマンスのパーツもいろいろついていると、はいはい、行きましょう。行きましょう。これだいぶいいですよね。だいぶいいと思います、うん、これだってこの価格でこれが乗れるってもう本当になんか中古車の魅力というか。そうですね、めちゃくちゃ失礼な話ですけど、はい、BMW の魅力じゃないですか。そうですね、はい、いや結構 BMW ってその中古ですごく安くなっちゃうんじゃないかなって言われるじゃないですか、はい、でも逆にその購入される方としては、はい、すごくいい、いいと思います、うん、これちょっと動かして分かったんですけど、はい、どうですか。普通に M3 ですね。あ、そうですね。もう SUV じゃない。X3M 乗せていただいた時もびっくりしたんですけど、はい、まあ、要は SUV の動きじゃない、はい、普通に大きい M3。 そうですね、はい、足硬いし普通に、まあ、それなりにこうストロークあるんだろうなって動きはしますけど、車のこのボディ剛性の高さ高いですよね。でしかも僕パーツリストババババって見たんですけど、今回、はい、ほとんど専用なんですね。専用になってますね。でサスペンションとか専用もちろんじゃないですか、はい、それだけじゃなくてフロントのアクセルサポート、要はサブフレームも、はいはいはい、サブフレームまで違うんですか。そうなんですよ、 M だけ違うんですよ。あ、そうだったんだ。だ普通ショックだけ違うぐらいかなと思ったら、はい、その辺のサブフレームもM 専用になってるんですよ。すごいですね、サスペンション。めちゃくちゃお金かけてんなと思って、すっごい剛性あります。
そしてブレーキパッドは低ダストになってるせいか、はい、少しこう初期精度は甘くなってるっすね。ただ全然あのベースの容量があるんで効きます。そして今全部コンフォートっすけど、あの結構硬い。そうですね、ちょっと硬めですかね、はい、逆に言うとすごいしっかりしてる、はい、こういう車高高い車のふわふわ感はあんまりないっす。そうですね、本当にセダンみたいな、セダンみたいな感じですね、はい、確かに。そしてですね、パイロットスポーツで乗ってないんで分かんないですけど、はい、107は全然悪くないですね。そうですね、なんかあのロードノイズとかも全然ないですしね。そうですね、で少しコンパウンド硬いのかな、ちょっと 転がる感はありますね、はい、ハンドリングはどうなんですか。これはちょっと見た目と全然違うですね、乗ると本当に普通に M3 これびっくりだな。なんか重さもなんか感じなさそうな感じですよね、うん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 、あ、確かに軽やか、はい、ですよね、軽やかで、重量がもう限りなく、50対50になってるらしいです。はい、完璧じゃないですか。ちょうど2トンぐらいですけど、本当に1トン1トンぐらい、ぐらいな、はい、すごくバランスのいい前後バランスになってるそうです。あ、こういう感じなんですね。いや、いいな。そしてモード切り替え、あ、あとちょっとこの辺のサポート系も見ておきましょうか。結構この辺のカメラ関係もいいんですよ。じゃあそうですね、はい、はい、こんな感じで一周ついてるし、はいいっすね。いいですね。そしてじゃあ M1 入れていいですか。どうぞ。そうすると全部スポーツということで、でトルク配分書いてなかったんですけど、基本的にはやっぱりリア寄り、はい、ということみたいです、まあ、やっぱりそこ BMW ですから、ね、そうですね、はい、あとステアリングはしっとり重たい感じ、ただ重すぎないです、はい、BMW のいつものやつですね。いい感じって感じですね。ちょっと音もやっぱりのぶとくなりました少し、はい、え、家の車これにしようかな何ですかすいません独り言が。あ、少し排気音は作ってる感ありますけど、はいはいはい、ああ全然いいですね。いや、人も乗せられて荷物も詰めて、うん、車高もあって、ね、結構いいとこ取りかもしれないです。そうですね、うん、走りもしっかり楽しめるという。そうですね。いや、これ全然多分スピード出しても怖くないと思う。怖くないですね、多分、うん、いいな。というわけで、僕がこう取り繕って絶賛してるんじゃなくて、はい、実際にあの問い合わせもすごいんですよね。そうですね、問い合わせも今結構こう来てますね。もしかしたら動画公開の時にはもうすいません制約になってる可能性はございます、はい、というわけで気になる方は早めにお問い合わせいただけるといいんじゃないかなと、はい、いいな。あとシートがいいんですよね。やっぱりシートいいです。これだシートはやっぱりリアシートの快適性もう少し欲しかったかと思うんですよね。もう少しリクライニングしてほしい。あのスペース的なものもそんなに余裕があるわけじゃないですか。ないですね。そうですね。でなおかつクッションも硬いんですよね。リア硬いんですよ後ろちょっと。で直角じゃないですか、ここ、はい、だからせめてもう少しクッション柔らかくするか、はい、もう少しだけリクライニングするか。そうですね。ただまあ全然あの乗れなくはないんで少しだけじゃあ踏んでいいですか。どうぞ。あ、早いですね。早いけど、はい、やっぱり M4、M3 とはやっぱり車の重たさかな、はい、セッティングかな。そうですね、ちょっと違いますよね。そうですね。ああ、はい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 。え、これはちょ価格とバランスが取れてないですよね。今めちゃくちゃお買い得になってる。そしてですね、ステアリング、あとはやっぱりこの車なんでステアリングのレスポンスはやっぱり、うん、こういう車の要はクーペみたいな、はい、セダンクーペみたいなレスポンスじゃないですよ。そうですよね、はい、そこはもうしょうがないですもんね。いや、だから本当にいいとこ取りだなと思うんですよ。荷物も詰めて人も詰めて、はい、走りも楽しめて、はい、だからどっかとんがってるのが欲しい人には逆にまあ言ったら中途半端っていうかいいとこ取りしすぎじゃねって感じかもしれないですけどそうですね。だから僕みたいにその家族も乗せて、はい、うちのかみさんが運転することもあって、はい、で時々こう走りも楽しめてっていう人には、はい、
割ともってこいなのかなって。そうですね。あとは幅1900超えてるっすけど、はい、そんなに大きさは感じないっすね。そうなんですよ、乗ってみると大きさ意外と感じないですよね、はい、このお車、うんうん、へえ、こういう感じなんですね。なるほど。装備もいいし、ベンチレーションもついてて、シートヒーターもついてて、もう一回コンフォートに戻しまして、あー、やっぱりコンフォートにするとだいぶコンフォートですね。ステアリングも軽くなる感じですか。はい、全然軽くなる。あ、全然軽くなる感じですね。はい、あと本当にいじる人には持ってこいですよね。いや、結局なんか買った後、そうなんですね、重車の人はお金かかるじゃないですか。はいはい、いや、タイホイール変えようかなとか、はい、だってブレーキパッドだって変えようと思ったら数万円かかるわけじゃないですか。そうですね、前後やったら10万近くいっちゃいますもんね、なんだかんだ。で、割とだから予算内で車買っても、はい、いや、あれもつけて、ああしてこうしてってなってくると、ね、結局高くなっちゃったみたいな。そうですね。そう考えると自分の好みのものがもしついてるんであればもうお買い得だと思います、はい、本当に間違いなく。だからやっぱり一流品選ぶって大事ですよね。いや、本当そこだと思いますよ、はい、もしタイヤホイールちょっとこのブロンズというかゴールドの、はい、はい、これちょっとうーんって思ったら別に変えてもいいわけじゃないですか。変えても全然いいと思います。再販しても全然欲しいっていう方いらっしゃると思いますよ。そうですね、LM だったら。そうですね。うちに並べるにしては少しこう、そうですね、まあギリギリというかなんですけど、うんうんうん、やっぱりちょっとその並べる時にこれだけ手が入ってるんでっていうところも加味しながらちょっと置いてるので、うんうんうん、あとこれより距離薄い、はい、高いんですよ。高い、そうなんですよ、はい、だから2万キロとかになっちゃうとちょっとやっぱりお値段が上がっちゃうので、逆に言うと大宮店としては売りやすいこう価格帯なのかなっていうところが。確かに、はい、あとこれ以上距離行くと、はい、結構内装外装に出ちゃうんですよね。あ、出ます出ます。その前オーナーさんのこの生活感というか、はい、使用感が、はい、そうですね。で、割とこう日常的に使われる車じゃないですか、この。はい、だからより出やすい。出やすいですね。ではもう一回。早い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 。冷静に考えたらだって500馬力オーバーですからね。 ありますからね、はい、後期であんまり変えすぎなくって今回良かったなと思うんですよ、僕個人的には。はいはいはい、まあ、エクステリアは結構変わりましたけど。そうですね、内装とかあんまり大きく変わってない、変わってないですからね。で、馬力アップもしてないんですよね。はい、だから結構前期狙い目じゃないかなと。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。じゃあ最後になりますけれども、はい、これ走りも含めてめちゃくちゃお買い得じゃないですか。だと思いますよ。ですよね、はいはい、でしかも今回これだけアフターパーツのパーツ、はい、アフターパーツもついてるじゃないですか。ついてます。これ後からつけようと思ったら結構かかるじゃないですか、はい、いや、総額で言ったら相当上がっちゃいますよ、ね、ですよね、はい、でしかも、もうここからってゆっくりだと思うんですよ、はいはい、そうですね、価格のこう落ち着いてくる具合も、はい、そうですね、なんでこの辺だったら割とこう残価設定でローン組んでも割といい条件でいけるんじゃないかなと。いけると思いますね、はいはい、思いますんで、ぜひその辺の支払いの件も、はい、ご相談いただければ、板尾店長にご相談いただけるといいんじゃないかな、はい、あともう1点だけ聞いていいですか、はい、いいですよ。これ今回純正のタイヤホイールとかっていうのは、はい、ご用意あります。あ、あるんですか、はい、なるほど、はい、じゃあその辺好みに合わせて戻していただいて、そうですね、大丈夫です。全然ありかなというわけで、はい、気になる方はぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回は BMW X4M コンペティションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。